グラスティリー公爵及びグラス伯爵、フランソワ・ジョゼフ・ポールは、フランスの公爵、フランス海軍の提督である。チェサピー・クワンの海戦の勝利により、アメリカ独立に決定的な役割を果たしたが、セインツの海戦の敗北により、フランスの完全な勝利を勝ち取ることはできなかった。グラスは、1722年に、現在のアルプマリティム・ケンル・バール・シュルルーで生まれた。 1734年に、マルタ騎士団の戦隊に従軍、1740年に、フランス王国海軍に転じた。1776年、アメリカ独立戦争がイギリスとの間に始まると、フランス海軍は、アメリカ側を応援することになった。一戦隊の指揮官となっていた、ドグラスは、 ルイ・ギルエ・ドルビリューのもとで1778年7月23日から27日の第1条エサン島の海戦に参加した。1779年、カリブ海でデスタン伯爵の艦隊に合流し、1780年のトミニカ侵攻とセントルシアの海戦、1781年のイギリスによるトバゴ侵攻で先行を挙げた。ドグラスは、 グレナダの占領に貢献し、リュック・ウレバン・デュ・ブエキシック・ド・ギシャンと、イギリス海軍のジョージ・ロドニーとの間で争われた、マルティニーク諸島の3度の戦いに参加した。ドグラスは、ジョージ・ワシントン将軍とロシャンボー将軍を応援するため、3000名の将兵を乗せて、セント・ドミニク島を出港した。ドグラスは援軍をバージニアに下ろした後、 1781年9月に、イギリス艦隊とチェサピーク湾の海戦を行い、イギリス艦隊を撤退させた。その後、ヨークタウンに至る海域を封鎖したため、イギリス軍は孤立し、10月19日には、イギリス軍のチャールズ・コーン・ウォリス将軍が降伏した。アメリカ合衆国の独立がなった。その後、ドグラスは、セントキッツ島の海戦では、 サミュエル・フッド提督に敗れた。さらに1782年4月、セインツの海戦で、ジョージ・ロドニー提督に敗れ捕虜となった。数ヶ月後帰国を許され、正当化の美暴録を出版した後、1784年に、軍法会議で、無罪判決を受けた。1788年1月、パリで死去した。 ドグラスの息子、アレクサンドル・フランソワ・オーギュストドグラスは1840年に未公開文書によるドグラス提督の伝記を出版した。ドグラス提督がアメリカ合衆国を助けイギリスからの独立を勝ち取ったことを記念する石踏みがバージニア州バージニアビーチストーリートリデのヘンリー・ミサキ記念公園にある。石踏みは国立公園局の植民地。 国立歴史公園によって管理されている。フランス海軍には、ド・グラスにちなんで名付けられた艦船が2隻ある。アメリカ海軍には3隻ある。1920年代には、フランスの中型外洋商船、ド・グラスがあった。ありがとうございます。